の夜行列車降りたとき彼、青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船凍えそうなカゴメ見つめ泣いていました。津軽海峡冬景色。タッピ岬北のカズレット、見知らぬ人が指をさす。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞に見えるだけ。さよならあなた、私は風の音が胸を揺する泣けとばかり。津軽海峡冬景色。私は帰ります。風の音が胸を揺する泣けとばかり。